全国中学校バスケットボール大会男子決勝戦、今ティップオフされました。石川県野々市市立府水中学校対三重県四日市メリノール学院中学校、まずはブルーのユニフォームメリノールが攻めていきます。ファーストシュートから決めてきました。さて解説の橋本龍馬選手、取った選手がどちらのチームも球を押せるので、そこら辺の速さっていうのが出てきますよね。はい、そしてスリーポイントを沈めました。0番注目選手です、榎木理央3年生。スリーポイント決めましたけど、ここら辺が乗ってくるとすごくこう厄介になってくると思います。はい、一方スリーにはスリーポイント返し、それをどちらが制するでしょうか。7対3とメリノール学院が4ポイントリードしています。あ、この長距離からも積極果敢に打ってきます。そういったプレーをしていると思うので、はい、まあ、こういうふうに思い切って、ね、リバウンドがっちりとメリノールが抑えました。ここはちょっとルーズボールになって苦しくなりましたが、3を自ら打ってきます。あ、そして決める。いや、このゲームの第1クォーターから非常に両チームと、一方こちらの水中学も積極的にスリーポイントを放ってきています。いや、本当にけれんみなくスリーポイントをどんどん打ってどんどん決めてくる。北本ももう9得点、はい、橋本選手からはそのリバウンド、特にディフェンスリバウンドがポイントになるというこのゲームの入り。ショットクロック残り6秒のところで、あ、この位置からのシュートを沈めました。決めたのが13番の神保大輔で、はい、すごくこう熱く指導してもらいましたし、自分が今まで、今ここでプレーできているのも山崎先生のおかげというところはもうたくさんありますね。はい、もともとは福岡の中学でその指導者として活動されていた山崎治コーチです。というのが早い入りになりました。ドリブルをついてからのジャンパーは外れますが、この白谷のリバウンド、これが強い。第1クォーターもここで一つイニシアチブを取りました。1年生の白谷です。ですからその白のユニフォーム普通にとってはこの白谷に対してはどういうディフェンスをすればいいんですか。やっぱりこれリバウンドなんでね、ここもそうなんですけど、はい、ちょっと今抑えられない状態になっているので、榎木理央です。この選手もオールラウンドプレイヤー。さあ27対26、このブロックショット、リバウンドではメリノール学院、ただこのブロックショット、本当八村塁選手の中学校の頃みたいな感じですよね。水中はスリーポイント打ってきます。ああ、そしてこれが決まるんです。6番の北本のスリーポイント、あ、15点ですか。一方水中学としてはここはなかなかスペースが見つかりません。ただ非常にテンポよくボールを回しながらオフェンスを作っていくというのも水の特徴なんですが、このスリーを決めました。これはもう本当、神保はどうするか、パスを選びました。そしてスリーポイント北本。あ、今日は本当このチームメイトを生かそうとするその周り全体の意識ですか、はい、ロングスリー来ました榎木。あ、ただそういった苦しいところでこの榎木がさっきから栗原榎木。あ、ただいいディフェンスだ。榎木の左エルボーからのジャンプショット、見事に決めました。抑えられた後にしっかりストップ。島県の出身です、まあ、今は寮生活をしながらこのメリノール学院でプレーをしています。北村からハンドオフで渡して、ここは間合いを取りながら、ここは個人スキルで勝負していった、うん、あ、このプレーうまいっす、うまいです。これで15点目になりました神保大輔、うん、一方こちらは榎木ドライブイン、やられたらやり返す、あのうまいです、はい、ドライブ相手を見てから動い、はい、ドリブルしているので、ここは本当に自分の思う通りに動かしている感じですね、はい、そして外から射抜いて逆転に再び成功しました北村優太、はい、白谷選手が、だからその辺を、まあ、どういうふうにこうなっていくのかっていうのはここでまだ見ていきたいですね、うん、なるほど、はい、これをしっかりと沈めます北村優太のポイントです。3年生上背はありませんが、ここは榎木どうするか、スペースがないぞ、ここはフェイクを入れて自らドライブを選択して、この個人技、やっぱり一人だけじゃないんですよね、メリノール学院には選手が集っています。49対49、さあマイボールにしてから榎木早いぞ、ここはハリーバックが間に合わない、そして決めた中村のポイント、これがメリノール学院のスピードあふれるバスケットボールです。ジャック、はい、もうここからは結構
有名になると思いますよ、そうですね、もうジャックはまさにこの大会で一つ白谷志尊ジャックという名前をね、はい、ここで両チームともにオフェンスリバウンドを拾っています。いやすごいですね、ハラハラですね、スリーポイント、はい、来ました、逆転、逆転に成功、神保セカンドディフェンスですよね、はい、北村タフショットになってバスケットボールカウント、あ、決まりましたね、はい、はい、ディフェンスファールでエンドワンですね、ディフェンス側のファールでこれがバスケットボールカウントエンドワンになりました。メリノール学院勝てば初優勝、水中学勝てば3度目の全国制覇、このスリー来ました、メリノールはねスリー来てなかったんですよ、でも入ってくる可能性があるので、はい、やっぱりあの予想通り入りましたし、ここからまたあの試合面白くなると思います。そして入ればまた入るんです、決めた神保大輔23点目、まあ、だからこそここまで両チームともにほとんどファストブレイクというのがありません、はい、まあ、お互いの特徴を消し合った中できた、あ、これが大きなスリーポイントになりました、これで4点差がつきました、うん、あ、この位置から打ったぞ、決まった、うわ、この位置からのスリーポイント、これでなんと30点、白谷リバウンドを抑えました。ただ抑えてもこうやってハリーバックしている水中学、あ、これは見事なコンビネーションプレー、エンドワン、素晴らしい連動プレーになりました、素晴らしいプレーですね、はい、こういったところを狙えるうまさっていうのはもう試合巧者だなというふうに思います。えのき、中村、またえのき、どうする、あー冷静です、時間を使います、えのき、最後はこれを決めた、37点目、素晴らしいです、本当にもう冷静にプレーしてますよね、はい、この時間帯でも。そして橋本さん、その前のこのえのきのプレー、はい、僕はこれできないです山崎治コーチのもと見事に四日市メリノール学院中学校男子バスケ部創部4年目初めて日本一をつかみ取りました。素晴らしい試合でしたね、本当に、いや、お互い気持ちの入った、もう絶対負けたくないと思ってたと思いますし、これだけね本気になれるっていうのは本当素晴らしいですね。最後までわからない熱い戦いを見せてくれました。キャプテンのえのきが